宙の崩壊を防ぐため、わしは超巨大な装置を作った。それがグレートクロック。宇宙の時間を操ることができる。グロックを魔の手から守るため、親友を探すため、仲間を救うため、ヒーローがグレートクロックにやってくるじゃろう。鬼の下着が台無しだよ。時間をめぐる冒険が始まる。ラチェット、クランク、アジマス、ドクターネファリウス、そしてミスタークォーク。キャプテンクォーク、こう見えても通信教育でヒーロー講座を3週間も受けてるんだぞ。おう、ラチェット&クランクフューチャー2。もう他人に思えないわね。